ニュースインパワーの、紹介をさせていただきます。こちら2020年の、新製品としてツインパワーモデルチェンジします。サイズとしては、まあ、1000番から、C5000 番にかけての、モデルチェンジというふうになっております。一番の特徴、今までのツインパワーだいぶ強かったんですけれど、これがさらに強いツインパワーに、進化しました。そんなイメージで取ってもらえれば、まあ、ほぼほぼ間違いないのかなというふうな、印象でございます。一番の特徴としましては、ローターの材質が変わっております。今までのツインパワーは、ローターの材質、こちら高強度樹脂というものを使っていたんですけれど、こちらを金属のローターに変えております。こちらご覧になっていただけると、こちらが、従来のツインパワーの材質です。でこちらが、新しい方のツインパワーなんですけれど、こちら樹脂です。こちらアルミニウムのものになってます。ここを、ま、曲げてあげても、非常にこう新しい金属の方はすごくしっかりとしていて、光合成なものになってます。本当に強さでいうとほぼほぼ倍になっているようなイメージになっております。ローターが強いと、ローターの剛性が高いと何がいいかというと、よりしっかりと巻けて、しっかりと糸が出ていきます。具体的にどういうことかと言いますと、スピニングリールというのは必ずローターを通して糸が出たり入ったりします。ですので糸が入ってくるとき、つまり巻くときだったり、合わせをするときだったり、逆に糸が出ていくとき、ドラグが滑り出すときなどのパフォーマンスがより安定したものになって、しっかりとしたものになる。釣り人としては、まあ、より強さを感じて安定した強度を感じられるといったところが、まあ、大きな特徴としてございます。もちろん巻きの感じっていうのもよりステラっぽくなっておりまして、より高感性なシルキーな巻き心地というのも特徴の一つとしてなっております。まあ、まずこちらのローターの違いというのが、まあ、一番の大きな違いでございます。もちろん投げだったり巻きだったり強さといったところも大幅に進化しておりまして、まあ、巻きに関してはマイクロモジュールギア2だったりサイレントドライブといったものも入っておりますし、強さに関して言えばギア強度は上がっております。従来のツインパワーよりも大幅に上がっております。もちろん防水は X プロテクトです。飛距離に関してはロングストロークスプールというのを採用しておりますので、基本18ステラ同等の飛距離といったものも見込めてくる、そんな感じのものになっております。まあ、大きく進化したツインパワーになっております。こちら発表の方、3月の方になりますので、ぜひぜひ発表されましたらチェックしてください。以上、ツインパワーの説明になります。